え、SL か。SL だと思うけど、引っ張りたいやん。ガッツリ引っ張りで、現在の上段車。おそらくこれエアサタ組んでないな。エアサタも。
車でこんだけ寝てると構造的に無理だったもんね。ああさすが今の車だよ、コルベット。すげえなこのホイール、コルベット、コルベットね。センターダッシュ風の4本だし、あーテールランプいかすいな、コルベット嫌なんすよ。そうか見つけたもんか。ボンネット開けないと何をやってんのかさっぱり分かんない。これだけっすね、この車。これがまたすごいですね。